皆さんこんにちは、板垣理人です。木10ドラマサイレント第8話の見どころはですね、紬、そう、この2人の関係がこのまま順調に進んでいくのかっていうところはもう皆さんそれはもう大きになりになっているところだと思いますし、あとですね、ナナとハロー先生ですねの過去に何があったのかっていうところもちょっとこう8話では掘り下げられていきますし、あと青葉家の様子もちゃんと映し出されると思いますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。